ということで、今回ですね、皆さん先日のみずきののぎおび見ましたでしょうか水木、まあ、がね、のぎ帯っていうのも結構珍しいね感じもするし、もうそののぎ帯見てたらさ、水木がなんかもう仕上がりすぎてて、可、ね、愛すぎて、あのー、キュンキュンしました。<laughs> <laughs> キュンキュンすんな、お前は。その、の曜日うびで、みずきが30枚ミシングルの裏話的なことを話してて、なんと30枚ミシングルの表題曲、好きというのはロックだぜ、この好きというのはロックだぜっていうタイトルは、もともと違うタイトルだったっていうね、話をしていて、めちゃくちゃびっくりして、その時の僕の感情やばいからね、も、ま、う、あ、ああ、みずきかわいいええー、タイトル違ったのええー、かわいいみずきかわいいああ、タイトル違ったのっていうね、タイトルがね、もともと違ってたみたいで、最初こう文字でね、30枚ミシングルのタイトルが送られてきた時は、好きというのはロックだぜじゃないね、違う別のタイトルだったみたいで、で、で、まあ、 まだタイトルがね、好きというのはロックだぜっていうのに変わりましたよっていうのも送られてきたみたいで、タイトルが元々違ったっていうのにもびっくりだし、あ、タイトル変わって好きというのはロックだぜなんやみたいな、姉さんはいい意味ですよもちろんもちろんいい意味で、あ、変わって の好きというのはロックだぜこのタイトルなんやっていうねところもあるしあとはその元々もとの、ね、変わる前のタイトルなんだったかっていうのもめちゃめちゃ気になりますよねまあこれはね多分明か,明かされないと思うんですけども今後まあ、ただその水ずがねこの好きというのはロックだぜに変わりましたよというタイトル変わりましたよというのを見たとき、ね、ロックだぜって思ったって言ってたんでまあてことはおそらく前のタイトルにはロックっていう言葉はね入ってなかったんだろうなって思うのでまあだからこれねもともと変わる前のね30番目シングルのタイトル歌詞にもあるように好きになってくれな んじゃないかなって僕思ってるんですよねそう好きになってくれ説それかもう好きならロックと言ってくれまあどっちかでしょうね <laughs> また今回のサニマメシングルに収録される三期楽曲、僕が叩く方への裏話なんかをね、話してて、歌詞が届いたのがね、MV 撮影の日だったよみたいなね、これ秋元先生あるあるみたいな、ね、感じしますけど、まあその仮の歌詞が来てたけど、そうもう本当の価値というかね、決定した歌詞が来たのは、ね、届いたのは MV 撮影のもうその当日だったみたいな感じで、でなんか元々明るくポップな曲だと思ってたんだけど、こう歌詞が来て意外とこうしっとり系だったみたいな話してて、だから元々思ってた曲とこう歌詞が来ての曲がね、 違っったたたみたいなね話だったりとかまた最後の「がんばれ」っていうところこの曲ね「がんばれ」っていう歌詞があると思うんですけどその最後の「がんばれ」っていうところがそのライブでねファンの人に歌ってもらう想定で作られたみたいで仮歌の時の「がんばれ」はもう今はねあのメンバーの、ね、3期生の声になってると思うんですけど仮歌の時はずぶとい男の人の声だったっていうそのファンの、ね、人を想定してるから仮歌の時はずぶとい、ね、男の人の声だったみたいな話もとかもねしててめちゃめちゃ面白いですよね。こういういなんかかか楽曲とかさ、MV、とさ MV の裏話 めちゃめちゃ好きなので僕はめちゃくちゃ面白かったですねめちゃくちゃ面白かったですねはいということで今回はこれで終わりたいと思いますああと水木も言ってたけどそろそろのぎおび日あすかちゃんお願いしますあすかちゃんそろそろえ久々に出ませんかということで今回はこれで終わりたいと思いますこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんですっていうのをフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいですバイバイ <laughs>